皆さん、こんにちは。今日は、秋田県大潟村の、菜の花ロードに来ています。あいにくの曇り空ですが、約4キロにわたる直線道路の両サイドに、桜と菜の花がきれいに咲いています。車から降りて、見てみましょう。綺麗ですね。車に乗って先に進んでみます。しばらくの間、車窓からの風景をお楽しみください。いかがでしたか？桜が散り始めていますが、桜のピンクと菜の花の黄色のコントラストが素晴らしいですね。ご案内は佐藤ささらでした。またね。